ょっと特別編ですわ。特別編ですか。どうやって僕こう対応していいんかようわからないですけど、やっぱ上がりますね。はい、どうもどうも、始まったぜ、ドンドンチャンネル。もうなんか最近ほんまなんかこんなあれやらんくなったよな。はい、なんか作りましょう、やっぱり。え、はい、しばくぞしばくぞ。すいません、これでいいじゃん。はい、ということで、今日はですね、はい、あの何をするかというとですね、はい、何をしましょうか。もうこの、はい、セットを見ると、はい、もちろん皆さんも分かっていると思いますけども、はい、ダブダブバイバイ始まった。あ、すいません、言いたいわ。すいません、そうです、はい、ダブです、はい、ダブ、はい、で言っても、はい、今日はちょっと特別編ですわ。特別編ですか。誰行く。いや、もうそれはもちろん、フリーザー。フリーザーの、ほう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 、太陽じゃないの人ですね。フリーザー行く。はい。いい。はい、俺もうレゲエ界のフリーザーと思ってますから。ジュニア君時代な、はい、フリーザーさん、はい、はい、じゃあ僕は今日はザーボンとして頑張ります。ザーボンさん行くよ。はい、行きますよ。お願いします。いや、まあそんなんいらんねん。はい、行くで、とりあえず。はい、フリーザーのダブ、はい、持ってるやつおらんやろ。まさかジュニアに戦いを挑もうとする愚か者がいたとは。まさに身の程知らずも甚だしいというやつですね。よし、先に絶望感を与えといてやろう。どうしようもない絶望感をね。心配しなくていいよ。ジュニアはギャルを一瞬に殺したりはしない。まだまだジュニアの腹の虫は収まらないからね。貴様が死ぬ前に一言褒めておいてやろう。見事だ。素晴らしい強さだったぞ。確かに宇宙一だ。このレッドスパイダーさえいなければな。吹っ飛べ！おい！いや、ジングル。ダブ。どうやって僕こう対応していいんかようわからないですけど、やっぱ上がりますね。中尾流星さん。あの、はい、ほんまやったら、はい、これかけて、なんかこう、はい、リズムが始まった。吹っ飛べ。そうそう、ドーンっていって、はいはい、いつも始めんで。そうですね、もう上がりますね、やっぱり。いや、なんでこんなすごい、うん、この声を取ろうと思ったんですか。いや、なんかフリーザーで。やっぱり、あれ悪役ほんまに好きやねん。あ、悪役が好きなんですね。俺悪役ほんまに好きで。野沢、アニメの。野沢さんじゃなくて。もう、そう、まあ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 、もちろんさ、主役、はい、もうね、面白いキャラクターっていっぱいおるやん。はいはい、でも、やっぱり、はい、悪役がおってこその、はい、アニメとかさ、そうストーリーやからさ。そうですね。で、やっぱこう、はい、ね、俺も漫画で育ってきた世代やからさ。はいはい、悪役っておもろいキャラめちゃくちゃおるやん。いや、もうまさにフリーザ、こいつが出てきた時はもう震え上がりましたからね。だからもうやっぱそのね、はい、少年時代の気持ちを大人になっても忘れないようにフリーザ取ったんですよ、はい、しかもこれあのアンパンマンでもバイキンマンの声してある人ですよね。そうですよ。だからずっと、あ、もうこのだって、はい、多分悪役で人気ランキングで言ったら、はい、バイキンマン1位でフリーザが、はい、ただ今日はね、フリーザだけで終わらないんですよ。まあこれだけやったら尺がね、はい、はい、ということでまだあるんですか。いきます。はい、もう今日はね、はい、ドラゴンボール尽くしですわ。ドラゴンボール尽くし、尽くし、噛みまくりやな、お前。すいません、はい、はい、ドラゴンボール尽くしですわ。はい、いきますよ。誰を持ってるんですか。驚いているようだな。いいだろう、教えてやろう。私の頭の中に小さな塊がある。それがこの私の核を成すもの。それを破壊されない限りこの音は細切れし続けることができるのだ。これはおそらく生死の狭間から救われた時大きく力を上げるというレッドスパイダーウイルスがそうさせたのだろう。そして
より完璧になってここに帰ってくることができたのだ。すでにプータローどころか卑怯な音楽すべてが吹き飛ぶほどの記憶が溜まっているぞ。さあそろそろ死ぬ準備はできているのか。クレイハラナジドラゴンボールからセルですね。え、まあまあまあ、セルですね。もうこれもやばい。驚いたな。いや、それはあの、かわいこちゃん。それはあの、プリズンブレイクのティーバックです。驚いた。一緒ですけど、これ。かわいこちゃん。今宵は、いるんでね。まずやっぱね、渋いっす。若本さん。セルね、いるでしょ。はい、若本のりおさん。もう、声でもパーン来るやん、この人。いや、もう、渋い。かっこいい。なんか始まる。だってもうフリーザ来てセルのダブ持ってるやつおる？いや、いないです。これで終わりは持てるやろ。おい、あ、ちなみにセルの声やってる人滑らない話、そうそうそう、ナレーションもね、やられてるので、それもかなりビッグ。じゃあこれがかかれば滑れない、滑らないセグメントが始まるわけ。今日噛みまくるやなお前。すいません、はい、上取ってます。じゃあ行くよ。はい、セル来て、はい、フリーザ来て、はい、こいつや。誰ですか？なんだお前は。またレッドスパイダーの悪口を言ったな。弱虫のくせにお前生意気だぞ。絶対に逃がさないぞ。本当に怒ったんだぞ。たこ焼きに変えて食べちゃうぞ。いや、お好み焼きにしようかな。どっちでもいいや。食べちゃお、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 食べちゃお。絶望的になることもない。すぐ楽にしてやる。もうお前に用はない。俺、我慢しない。さっさと死んじゃえ。魔人ブー来ました。はい、魔人ブー。はい、いやー、もうこれはもう言うたらドラゴンボールの中でも三強ちゃいます。三強、三強の悪役。はいね、もうそらピラフとかもいましたけどね。まあまあおったけど、やっぱこの3人はさ、うん、もうみんなこれ見てる世代も、はい、ちょうど多分さ、はい、ドラゴンボール世代多いと思うね。はい、いや、もう魔人ブー出てきた時はほんまにもう何してくれてんねんベジータと思いました。もう終わりました、もうドラゴンボール終わりましたって話でしょ。はい、はい、もうほんまに最強の3人ですね。はい、まあ僕ワンピース好きなんですけど、この魔人ブーの子やのウィーブルっていう白ひげの息子とされてるおいやつのワンピースの話すね。もうやってるの。ドラゴンボールの話すね。こっち構造さんなめどんどんが驚いたな。いやいや、ティーバックそれはティーバックということで、はい、今日はね音楽ないんです。はい、えこれで嘘や今日は、はい、まあ、セル、はい、ね、フリーザ、はい、魔人ブーダブ聞くだけです。はい、はい、回るかな。回るでしょうね。けど今日でもこんなでも聞かれへんで。いや、こんなんないですもん。はい、俺声優さんほんまにリスペクトしてるの。はいはい、もう声優さんむちゃくちゃ、はい、もうほんますごいなと思ってて、はい、でもう何がすごいかって、はい、やっぱ声、はい、すごいやん。 声が独特というか、はい、もう絶対忘れへんよ、ね、そうそう、特徴的な声やし、はい、あとやっぱさ、なりきるとことか、はい、テレビ見てても、はい、まあ、アニメ見てる人とか特にだと思うけどさ、もうむちゃくちゃうまいやん。めちゃくちゃうまい。で、たまにさ、あの声優さんじゃない人が、はい、アニメの吹き替えとか芸能人の方が、芸能人の方とかがやってる時とかって、はいはいはい、やっぱな、もう全然ちゃうねん。声の質とかもやし、なんかこうニュアンスとかも、はい、やっちゃうねんっていう。あ、なるほど。そこがやっぱ声優さんってほんまにすごいなって思う。もう次、もう結構そのジングルというか、俺ほんま声優さんリスペクトしてるから、はい、あのめちゃくちゃ撮ってる、はい、ほんまにね、はい、それでこそ北斗の拳も、北斗の拳もやし、はい、あとまあガンダムも行ってるし、はい、ドラえもん系も行ってるし、はい、タイムボカンシリーズ、
ルパン系とかね、はい、あとまああられちゃんからあられちゃんも出るし、へえ、まあ龍河君とかもやってるね、ゲームやけどあっちは。いやもうまだまだ聞きたいですけどね、こればっかり僕は。今日はこんだけです。ドラゴンボールと、次回またもし回ればね、はい、またあのお引き出しからね、はい、なんか出してきますけども、はい、とりあえず今日はもう、はい、ね、みんなで聞いた、はい、この感じ、はい、これかかったらレッドスパで始まるぞっていう合図ですから。いやもうほんまに覚えておいてください、覚えておいてください、はい、ということで今日はもうこんな感じで終わりたいと思います、はい、ではありがとう。あーあー、花ジブ。